はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は今週の金曜日以降に開催されますイベントクエストの先取り情報をご紹介したいと思います。まずは皆さん現在も楽しんでいらっしゃるであろう歴戦王ワルハザクのイベントクエスト、静寂の帳。こちらは来週も続投します。クエストレベルは星9、受注参加条件がハンターランク50以上、フィールドは正気の谷です。歴戦の個体の中でも特に危険度の高い古竜、歴戦王のワルハザクと戦えるイベントクエストです。討伐した際にもらえるチケットを利用して防具ウルズガンマシリーズと重ね着装備デスギア衣装を入手することができます。ウルズガンマシリーズは非常に優秀な装備なので、まだ挑戦してないよという方はお早めに挑戦してみてください。続きまして、今一番気になっているクエストがこちら、秩序なき者に明日はないです。こちらは7月6日の朝の9時より配信が開始されるクエストで、クエストレベルは星9、受注参加条件ハンターランク30以上、フィールドは竜結晶の地です。公式ではハンターランク30以上でメインターゲットがバゼルギウスの狩猟と書かれているだけなので、パッと見歴戦王バゼルギウスかなと思ったんですが、ファミ通 .com にハンターランクを上げるチャンスと書いてあるので、丘の上の雪見桜のようなクエスト、つまり通常の歴戦バゼルギウスの個体かなと予想します。とはいえ公式の発表はまだですし、以前記載ミスもあったので、うっかり歴戦王だったら動画でお知らせさせていただきたいと思います。続きまして、同じく7月6日の朝の9時より再配信されますクエスト、脈打て本能です。クエストレベルが星9、受注参加条件がハンターランク50以上、フィールドは竜結晶の地です。以前竜結晶の地での歴戦イビル城にバグがあった騒ぎで一時身を潜めておりましたクエストですが、同じく竜結晶の地で復活を果たしました。こちらは私の勝手な予想ですが、修正がうまく入ったのではないかなと予想してます。このクエストは龍脈石が出やすいクエストというのと、歴戦イビル城自体がなかなか面白いモンスターですので、ぜひチャレンジしてみていただきたいなと思ってます。歴戦イビル城対策の乱素に関しては以前動画で解説させていただいておりますので、初心者の方もよければそちらをご参考いただければと思います。続きまして、今週の金曜日朝の9時から配信が開始されますクエストを4つご紹介いたします。まずはこちら、骨肉の狩り。クエストレベルは星5、受注参加条件がハンターランク8以上、フィールドは特殊闘技場です。公式文面が、正気の谷に生息する大型モンスター2頭の素材を狙えということで、こちらはオドガロンとラドバルキンの同時討伐クエストなのですが、各モンスターの素材が入手しやすいクエストとなっております。最近モンスターハンターワールド始めて素材が足りないよって方には嬉しいクエストかなと思います。続きまして、ドドド3兄弟。クエストレベル星6、受注参加条件がハンターランク13以上、フィールドは特殊闘技場です。公式文面が、装備スキルの効果を高める装飾品を集めやすいイベントクエストが登場ということで、装飾品が入手しやすいクエストとなっております。ただし主に手に入る装飾品は B や C ランクの装飾品となりますので、攻撃時は出ないことはないですが、極めて出づらくなっています。通撃獣や達人獣が欲しい方には嬉しいクエストですし、マカレンキンの餌集めにしてはもってこいになってます。
続きまして3つ目、大敗の谷のオペラです。クエストレベルは星7、受注参加条件がハンターランク13以上、フィールドは正気の谷です。公式文面が、正気の谷に生息するモンスターたちを狩れ、金冠サイズも狙えるということで、このクエストで出現するオドガロン、ドスギルオス、ラドバルキン、バゼルギウスの最大と最小の金冠が非常に出やすいクエストとなっております。金冠はモンスターハンターシリーズにおいてはなくてはならないエンドコンテンツの一つです。集めたから強い武器が手に入るとかではないのですが、ギルドカードに勲章を入手することができるので、傍から見ると、お、この人やり込んでますねといういい印象になり、ちょっとかっこいいです。お時間がある方はぜひこの金冠クエストにも挑戦してみてください。そして最後に納品、ついでに痕跡です。クエストレベルは星9、受注参加条件がハンターランク30以上、フィールドは古代樹の森、メインターゲットが特産スジタケ10個の納品です。公式文面は、特殊な痕跡を調査とありまして、このクエストは歴戦危険度1と2の痕跡がフィールド上に散らばっているクエストです。この痕跡を収集するとたくさんの歴戦危険度1、2の調査クエストを入手することができます。体感で申し訳ないんですが、ディアブロスのストーキングとかよりも1痕跡あたりの調査レポートの確率は高いかなと思います。とはいえ V 破壊で歴戦の調査レポートも排出されるようになりましたので、やり込み勢からするともう必要のなさそうなクエストではありますが、例えば時間のないお友達と遊ぶ時用に美味しいクエストを厳選したいなんていう神ハンターの方には嬉しいクエストですよね。ちなみにこのメインターゲットの特産スジタケ10個納品する必要性は全くありません。ということで先取り情報は以上でした。ここからおまけなんですが、歴戦を悪はざく対策で自分用にかっこよさを重視してランス装備を組みましたので、ご紹介という名の見せびらかしをさせていただきたいと思います。あくまで自分用で見た目重視なので全然強くないですし、おすすめ装備ではありませんのでご容赦ください。今回どうしても使いたかったのがこのランス、ブループロミネンスです。先端が光ってめちゃめちゃかっこいいんですよね。こちらのブループロミネンス、ビオレウスの素材で作成できるランスなんですが、攻撃力は437と少し控えめです。その代わり回心率が 20% あり、火属性が300あります。カスタム強化は回復能力付与を採用しております。シリーズスキルで超回復力、こちらを採用しております。また下流の奥義回心撃属性で属性回心を出して火属性でバシバシ攻撃していこうというような装備になってます。回復カスタムもありますし、体力回復量アップ、そして先ほどのシリーズスキルのね、超回復まで載ってるので結構快適な装備になってるんじゃないかなと思います。そして匠レベル3で白ゲージが10だけ出るので、砥石使用、高速化と強靭研磨、こちらを採用することによって戦闘中に研いでゲージを、切れ味を維持していこうという流れになってます。ガード性能、こちらもね3あった方が便利なんですが、私はレベル1にして、でガード強化は切りました。歴戦を割るハザクの場合はガード強化あった方が幾分楽になるんですが、私はガード強化ない状態で慣れたいなと思ってるんで、私はガード強化を切ってます。強さでいくとおとなしくアトロシスタワーを担ぐのが大正義ですし、特にこの装備はひるみ軽減もつけてないので、マルチで担いでいくとひるみまくって大変な目に遭いますので、絶対にマルチでは担がないようにお願いします。はい、ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。
私事ではありますが、昨日食あたりで伏せておりました。皆さんも夏でね、暑くなってきますので、食べ物には十分注意していただきますよう、よろしくお願いします。またねー。